今日のテキストは詩編の16編です。まず全体を読んでいきましょう。ミクタン・ダビデの詩。神を守ってください。あなたを酒どころとする私を。主に申します。あなたは私の主。あなたの他に私の幸いはありません。この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。他の神を、神の後を追う者には苦しみが加わる。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に残らせません。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。計り縄は麗しい地を示し、私は輝かしい修行を受けました。私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、私の心をよごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は握りまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。でのこの地には私たちが神様との関係をもっと確かなものとして、日々の歩みに幸いをもたらすためのヒントがあります。一番最初に出てくるミクタムという言葉、気になるかもしれませんけれども、残念ながらまだはっきりした意味が分かっていません。いろんな説があるんですけども、音楽用語であるだろうとか、いろんなことあるんですけども、こうだというのはないんです。ね、ですからそのことはもうお話ししません。一節をもう一度読んでみましょう。聞くのではなく一緒に読んでみましょう。英語でも日本語でも何語でも自分の言葉で読みます。いいですか？聞くんじゃないですよ、読むんですよ。神を守ってください。あなたを酒どころとする私を。ダビデは初めに神様への願いを祈ります。私たちにとってもここが出発点です。誰でも恐怖や不安を感じる時があります。でも呼び求めれば答えてくださる神様がいる。これが私たちの信仰の確信です。なぜ私たちは信仰を持っているのに恐れや恐怖、不安を感じるんでしょうか？それはまだこの世界が神様の目に完全にかなうものにはなっていないからです。自分も人も不完全であれば、世界が完全であるわけはありません。工事中の建物に危険がいっぱいあるように、この世界で生きるには危険があることを認めなければなりません。神様は私たちが不用意に危険を犯さないように、恐れとか不安という感覚を与えてくださっているんです。悪いものではないという、恐怖、不安を感じることが悪いのではなくて、問題は恐怖や不安の奴隷になってしまう、そして現実が見られなくなってしまう、このことが問題なんです。
暗がりを恐れる子どもたちの目には何でもないものが何か恐ろしい存在に見えてしまいます。でも私たちの現実は神様が酒どころとなってくださるということなんです。神様が私を守ってくださるということが分かれば、私たちは恐怖や不安に支配されることはありません。ですから、そのような感情が、そのような感情に自分が支配されやすいと思うなら、あるいはそういう時が来たならば、この今一緒に祈ったシンプル、4大シンプルな祈りで一日を始めてみてください。次の節もまた一緒に声を出して読んでみましょう。あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはありません。ダビデは神様に願いを伝えた後、今度ははっきりと自分の神様に対する確信を告白しています。さっきもお知らせがありましたけれども、来週の月曜日には洗礼式があります。今回洗礼を受けるのは神様とに従って歩んできた両親に育てられた人です。人生の折々に神様の助けや恵みをいただいて歩いてくることができた人です。でもこれからの歩みはもっと祝福に満ちたものになるはずです。それは洗礼を受けるということが自分が神様に従っていくという、その神様に対する告白、自分の告白であるからです。告白とは自分の気持ちを言い表すことです。もちろん神様はそれをしてこなかった人にも恵みを与えてくださいますけれども、何かを無意識で受けるのと自覚して受けるのでは、その人の人生にその恵みが随分大きな違いが生まれます。不幸な人、不幸な人は実は何か手に入れることができないから不幸なのではないんです。その人が不幸なのは自分に幸いをもたらすことがないものを追い求めているからです。別の言い方をすれば、別の角度から言えば、不幸な人は何かを失ったので不幸ではないんです。そうではなく、失う心配のない宝、神様の恵みの価値を知らないから不幸なんです。で、この告白は神様の尊さに気がついた人の言葉です。誤解している人もいるんですけれども、それは決して世の中のさまざまな楽しみは全部捨てます、否定しますということではないんです。ただそれらのすべてのものは神様が私に与えてくださったものだということを自覚していればいいんです。願っても手に入らない、それは神様がその時あなたには必要ないと判断されたものです。神様はその時にあなたが必要なものを必ず備えてくださいます。必要のないものは、なくなったものは取り去られます。そのこと、このことを信頼しているならば、私たちはこの目に見える世界で何が起こっても幸い、幸せであり続けることができるんです。神様と一緒にいる幸せです。何かがある、ものがある、幸せではなく、神様がいてくださる幸せです。神様に願う、祈る、そして神様に告白する、そしてもう一つ私たちがすることがあります。それが宣言です。3節4節に書いてある、そこを私が読みます。
この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名に唇、神の名を唇に上らせません。神様に告白したダビデは、この思いをさらに人々にも言い表します。でそのことも実は洗礼を受けるということのもう一つの意味なんです。洗礼は神様に対する告白であるとともに、人々に対する宣言です。でそれはどんな宣言かといえば、私はイエスにだけついていきますという宣言です。ただ今読んだダビデ自身の宣言はかなり具体的に異教、違う宗教を退けるような言い方です。なのでこれは私たちはこのままではなくて、私たちの状況に合った解釈をしなければなりません。そうでないとまた宗教戦争になってしまいます。当時のイスラエルの周りの国、民族、さまざまなものがあったわけですけれども、イスラエルはその影響をとても受けやすい状態にありました。でその中には、人を生贄にするようなそういう宗教もあったわけです。だからその祭壇に血を注ぐようなことは私はしませんと言っているわけです。そのようなものには近づかないという宣言です。神以外のものを神とはしないという、本当の神様以外のものを私は神様とはしないということです。皆さんも偶像礼拝という言葉が心に浮かんだと思います。その通りです。これは偶像礼拝を避けますというそういう宣言です。また偶像礼拝というのもとても誤解されやすい概念です。本質をしっかり掴んでいなければ変なことになります。偶像礼拝の本質ってどんなことでしょうか。それは神様以外のものを神様のようにみなして追い求めないということです。ですから偶像礼拝の禁止というのは、ただ形式的に木や石の像を拝まないということではないんです。特にこの日本の国のようにキリスト教的ではないものがたくさんあるところの中で、偶像礼拝ということを誤解すると神社のようなところでは行かないのか、お寺に行ってその拝む人を軽蔑するとか、そんなふうになってしまう危険があります。でも偶像の前で誰かの心、友達とか家族とか誰かの心を尊重するために、偶像の前でひざまずいたとしても、あなたの心がそれに向かっていないなら問題ないんです。私自身はそう教えられてきませんでした。それをここがね、何かしたらそれ偶像礼拝、そのお葬式に行って亡くなった方の写真の前に頭を下げたら偶像礼拝、いろんな儀式をしたら偶像礼拝だってことは一般的に教えられてきました。それは間違いです。旧約聖書でさえそれは OK と教えているんです。列王記の五章という、今日その話時間がないのでしませんけれども、列王記の五章を読んでみてください。長だったかけられた長だった、ある異教をを信じている国の王様の部下として、長軍として神様を信じた人がユダヤ教の預言者に聞いたんです。私は王様と王様のすぐそばにいて、王様のようにしなければならない、王様がすることに従わなければならないので、王様が彼の神様を拝むときに私もひざまずかなければならない、それを許されますかと言ったときに、預言者はそれを心配する必要がないと言ったんです。
つまり本当に警戒しなければならないのは、ならない偶像は木や石の像ではないんです。それは私たちにとってはお金や地位や名誉や自分の欲望です。それが私たちが神様から背を向けて追いかけてしまいやすい偶像の正体です。ですから私たちは誰が私の主なのかということをはっきりと知っている必要があります。人々はさまざまな偶像を拝みますけれども、実は本当にその偶像に従っているわけではありません。そうではなく、その偶像の背後に潜んでいるのは実は自分の欲望なんです。だからこれを神様にして、これを拝んで私の欲望を満たそうとして、それを拝むわけです。自分の欲望こそ影の偶像です。それを退けて、私は他のものを求めずイエスについていく宣言しましょう。実はこの教会のメンバーとなっている人は毎年カベナントに署名をすることでこの宣言をしているんです。私は自分の欲望ではなくイエスの門に従っていきますという決心です。ここまでお話ししてきた願い、告白、宣言、それが本当に自分の心からのものであるためには、私たちはぜひ知っておくべきことがあります。その理解がなければ、それはただ口で言っているだけのことになってしまいます。そこには幸せをもたらす力はありません。私たちは何を知るべきなんでしょうか。それは神様がどのような方であるかということと、私たちがその神様にどう答えるかということです。そこで5節から11節まで残りの部分を読みます。主は私に与えられた私の杯、主は私の運命を支える。破壊縄は麗しい地を示し、私は輝かしい修行を受けました。私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、私の心をよごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。まず神様がどのようなお方かということから見ていきましょう。5節6節を見ると、神様は私たちに必要なものを与えてくださる方であるということが分かります。私の人生に、あなたの人生に良いプランを用意していてくださる方であるということが分かります。そしてさらにそのプランというのは、ただあなたの生活が充実するだけではなくて、あなたの周りの人々、他の人々にも貢献できるものであるということが5節と6節に書いてあります。そして7節の後半では、神様が私たちの思いを励まして、そして世ごと諭してくださる、神様の方からさまざま教えてくださる、気づき反省を与えてくださる方だと思います。神様は誰よりも近くに立っている、立っていて、そしてあなたを支えてくださるので、あなたは揺らぐことがありません。決して見捨てることなく、かえって永遠に共にいてくださるということを約束してくださったわけです。
神様はあなたの歩むべき道を教え、その歩みは満足と喜びと喜びで満たされます。そういう神様です。ダビデの人生のことが書かれているサムエル記を読むと、ダビデの人生というのは決して平坦なものではなかったことが分かります。王様から命を狙われて、サウル王から命を狙われて逃げ惑う、そういう長い時期も耐えました。みんなに期待されて王となり、権力の頂点に立ちましたけれども、先週お話ししたように誘惑に負けてひどい罪を犯してしまいます。それでも彼は自分のさまざまな体験を総合した結果、神様はこういう素晴らしい方なんだと結論付けているわけです。そしてそれが間違いではなかったことを神様はイエスとして現れて実現してくださったんです。考えてみれば本当にいろんなことを経験をしてダビデですけれども、私たちに優れている一つの点は、まだイエスを見ていなかったのに神様に期待し続けることができたということだと思います。そこで最後に、この神様に私たちがどう答えていけばよいのか、そのために大切な基本的な態度についてお話しして終わりたいと思います。7節、8節、9節はこの強調されている部分を先ほどと同じようにこの自分の口で言ってみましょう。私は主を称えます。私は絶えず主に相対しています。私の心は喜び、魂はおごります。体は安心して憩います。ここから私たちは何を汲み取ることができるでしょうか。それは礼拝するということです。私たちが自分の優先順位の一番上に礼拝を置くのは、神様との関係においてそれが一番大切なことだからです。祈ることは大切です。聖書を読むことは大切です。イエスを誰かに紹介することも大切です。人々を愛することも大切です。そんなふうに何度もお話ししてきましたけれども、でもその前に、それらの前に礼拝するということがなければ、それ以外のことは決してうまくいきません。一瞬うまくいっているかのように見えたとしても長続きはしません。礼拝という言葉はとても幅広い意味を持つ言葉なんです。私たちは何か日曜日の朝にするこの時間だけが礼拝だと思ってしまいがちなんですけれども、実は大変広い意味を持っています。もともとの言葉には身をかがめるとか、敬意や誉れを表すとか、捧げるとか、ひざまずく、頭を垂れる、近づいて口づけする、そんな意味があるんです。だからもちろん日曜日に集まって神様に捧げるこの礼拝も礼拝といって間違いありません。そういう要素が詰まっています。でもこの日曜礼拝の中でも最も豊かに礼拝が実現するのが、この後の主に向かって歌うことです。私たちは主に向かって歌います。でも決して空の彼方の遠くにいる神様に向かって歌うのではなくて、目の前で顔と顔を合わせるように、ここに自分のすぐ一番近くに神様が、イエスがいるように歌うんです。時には喜び踊ります。しかし私たちは興奮して我を忘れるわけではありません。その中に安心して行こうことができる、それが礼拝です。この国ではどんな歌でもキリスト教的な歌を歌うことを賛美するというふうに表現します。そういうことが多いです。でも残念なことに、そのことが礼拝をもっと豊かなものにすることを邪魔しています。
私たちが賛美とは言わずに神様に向かって歌うというのは、私たちが歌うことを通してしていることは賛美だけではないからです。神様を褒めたたえるだけではないからです。そうではなく、今日お話してきたような祈りや願いや告白が私たちの歌です。日常のさまざまな出来事によってここに来た時に喜んでいる人もいれば悲しんでいる人もいる、元気な人もいれば疲れている、病を得ている人もいる、不安な気持ちを持ちながら、あるいは怒りを持ちながらここに出てきている人もいる。だから全然そのここに来て神様を賛美する、褒めたたえるってそんな気分じゃない、でもいいんです。無理にここで元気なふりをしてみんなに笑顔を振りまいて、でお家に帰ってため息をつくようなら、そんな礼拝はしない方がマシです。このことが私たちの歌う歌がいつもその元気で楽しい賛美の歌だけではない理由なんです。日曜日の朝の礼拝についてお話してきましたけれども、実は礼拝というのはいつでもどこでも一人でも誰かと毎日することができるし、毎日してほしい、簡単なことです。静まって他のことを考えずに、他の誰のことも考えずに、神様のことだけを考えて、そのそこに神様と自分だけを置いて神様と会話をするんです。祈りという形、告白という形、歌ってもいいですし歌わなくてもいいですし、その礼拝を日曜日の礼拝とともにほんの少しの時間すると、きっと神様ともっと親しくなることができると思います。お祈りします。神様、バビデの歌を通してあなたが最も近くにいてくださる方、私たちが前に進んでいくときにすぐ右にいて一緒に歩んでくださる方、私たちの祈りに応え、また私たちの愛の告白を喜び、私たちが人々に宣言することを励ましてくださるあなたであることを感謝します。あなたがご自身を表してくださって、どのような方であるかということを教えてくださっていること、ありがとうございます。そして私たちがどう答えていったらいいのか、私たちはまた確認しました。あなたに心を込めて礼拝を捧げます。どうぞ私たちの礼拝を受けてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。